今回セレッソ大阪ユースに責任部させてもらうんですが、はい、今回はなんとセレッソ大阪 YouTube チャンネルとコラボということで、もう一人体験任務一緒にということで、はい、セレッソ大阪のアンバサダーの坂本選手に来てもらいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。しますセレッソ大阪 YouTube チャンネルでもコラボということで僕が出演させてもらってるので、はい、ぜひそちらの方も概要欄の方に記載しているのでご視聴いただければと思うんですが、これから体験任務、はい、もう緊張します緊張してますっていうか、はい、まあちょっとね、ガタイはどんどんこうどんどんもうすごい、まあ、太るとは聞いてないんですけど、はい、ここまで太るんかっていうぐらい今結構マックスぐらいありましてその中でこういった日本一になったんで、その練習を、うん、まあ、那須さんがいてくれたらすごく心強いいてくれたらというか一緒にできることがもうすごい心強くて、はい、楽しみです。ギリギリでいつもやってるので、今日でも本当にアンダー18が、クラブユースで、日本一になったので、その後今リーグ戦戦ってるんですけど、アンダー18 の、 そのセレッソ大阪ユースだけじゃなくて女子も U18 クラブユース、あとジュニアユース U15 も日本一になってるっていう、今年3冠取ってるっていうことなんで、すごいですね。すごいアカデミーのね、やっぱ強さの秘訣みたいな、はい、一緒に体感、はい、しようと思うので、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。セレッソ大阪ユースの下岡監督です。すいません、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。今年度のクラブユース、はい、日本一ということで、はい、その後今まあリーグ戦戦っている最中なんですが、そこだけじゃなくて歴代もう南野選手だったりとかいろんな J リーガーとか海外で活躍している日本代表選手とか輩出してるんですが、なんかその強さの秘訣というか、どういうのを心がけてどういうのを意識づけ選手たちにしてるのかなっていうのがすごく気になってて、僕が来て2年目に入ってるんですけど、はい、セレッソ自体のその育成のセレッソって言われた頃からやり方というかいろんなものが多分変わってきてるんですけど、はい、去年からまた新たにアカデミー全体で基準をしっかり明確に設けて、その基準っていうのが明確にあるので今日も体験してもらいますけど、はい、6つの技術っていうところで、はい、ああなるほど、はい、僕はまあさ6つというか1つの技術ぐらいだったんで、だいぶ疎遠な部分だったので僕もそうです。本当ですか、はい、本当にちょっと楽しみにしてるんです。本日よろしくお願いします。思いっきり楽しんでください、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、キャプテン来てもらったんですけど、まあ今から練習ということで、普段さどういうの意識して練習して、例えば今日の練習だったらとか、なんかテーマは設けてる川合選手の自分の中でテーマあるんですけど、うん、チームとしてのテーマ、うん、世界に通用する技術とか、ちょっとテーマなんで、そこを目指して。なるほど、まあ、そこが基準値が違うよね、世界を目指すからね、うん、なるほど。それはもう風間さんがこうおっしゃってるっていうよりも監督が全員がもう意識の中でそこをっていうのが、なるほど、まあ、そこが全然違いますよね、うん、それは大きな差になりますよね。じゃあ今日は一緒にやらせてもらうので、はい、お願いします。はい、こんにちは。まず最初に流してみましょう。那須さんです。こんにちは。こんにちは。那須大輔です。いろんなカテゴリーだったりとか、まあ、サッカーの普及のために YouTube を通じてこういろいろ活動させてもらってます。セレッソ大阪ユースってことでクラブユースも優勝してるし、この世代っていうのが注目する選手たちなのでいろいろ感じたいですし、普段通りの熱量でやってもらえたらと思うのでよろしくお願いします。お願いします。じゃあ、今日も、やろう。しっかり自分の技術向き合って少しでも自分の価値上げるそこに何しに来たかっていうのを忘れない。じゃあ、よし、こう入ってよっしゃ。はい、2本続いては、はい、こう姿勢よくね、姿勢よく。てっぺんところ股関節から引き上げてね。
ごまげでごまげ。どうしても疲れてくるとゴールしか見えなくなっちゃう。あ、タッチもしっかりピシッと俺とかもどうしてもこう大きくなっちゃう。トラップしっかり回避、疲れた中での技術。はい、左。
レベル高いですね。レベル高い。あのなんか囲まれようがなんだろうがしっかりボール止めれば、はい、どんな状況でも受けられるっていうのが今これでこの練習でしっかり落とし込まれてる。はい、中目。中目、中目。中目、中目。中目、閉めろ。中目。中目。はい、正解。はい。離すな。離しましょう。はい、進化、進化。ハト、ハト。進化。出した。出しましょう。出しましょう。賞金、ヤマト。少しあるぞ、しよう。ええ、つばさ。トモ、わかるな、トモ。首がずっと残ってるシーン。シーン分かる？シーン、昨日と一緒、ずっと残ってるぜ。ジラインぐらい死んでて仕上げのゲームがこのコートでもプレッシャーの、いや本当にこれねプロでもなかなかうまくいかないと思う。このスモールコートでやったら ね、よかったっす、はい、さすがさすがの、いやいやいや最初のフィジカルちょっと皆さん意識して見てたんですよ。全余裕で入ってましたね。もうこれもしんどいからバーンって蹴ってそう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 素走りに近い形で走ってたんですけど全然違いますね。意識が本当、はい、まあ世界基準で言ってましたけど、いやだから全然意識レベルが全然違うから、やることと練習中の意識してることで、その判断の部分とかすごいやっぱ言語化もうまいし、みんな考えてる意識も一人一人違うから、いやすごいいい練習でした。
1個9のやつあるっけ。強い秘密で分かりました。ありがとうございました。今ユースカテゴリーとか高校とか大学とかいろんなチームがしてもらってるんですけど、まあ、まずは考えながらやってるっていうのがすごく、やってて楽しかったし質が高かったし、まあ、でも厳しいことを言えばプロに行けるのは一握りであって、その先、まあ、日本代表だったりそれも一握りであって、この中の質がいい練習できてる、で強度も高くできてる、でもここで違いを見せないといけない、じゃないとトップには上がれない。結局はいい練習はできてると思うの でコーチというかもうすごくね的確な言葉は来てると思うので、やってることは間違いないと思うので、あとはそこをどんだけ、まあ、頑張るっていうより自分で質を頑張り方を変えてそれぞれに色を出しながら、この練習の中でも結局ただこなしてるだけで意味ないし、このね本当強度高いとかその切り替えとか判断スピードが速い中でどんだけできるかっていうことがこの先のトップチームに上がるとかその先の代表だって、まあ、世界基準っていうのがすごく理由が分かった、みんなの意識レベルが高かったけど、今後その J もそうだし、まあ、カテゴリー上がってみんなが活躍してくれることをすごく願ってます。そのくらいいい練習でした。すごく刺激になりました。やってて楽しかったし、だからやってることは間違いないから、あとは自分たち次第で掴むのは自分でしか掴めないからね。一人一人でチャンスを掴んで上のカテゴリーで活躍してたくさんの人に勇気を与えてください。短い時間でしたけどありがとうございました。スタートショー今回セレッソ大阪ユース体験入部ということで、いやちょっとレベルの高さにびっくりしました。はい、あとその最後のゲーム、やっぱりあのスモールコート4分の1コートで11対11守備の強度っていうところだって、プレッシャーの速さとか止める蹴るっていうところをしっかり正確にやらないと時間と空間が作れない。僕もやっててすごい楽しかったし、これやってれば本当上手くなるなっていうのは思いました。これからのセレッソ大阪が、ユースにも期待していきたいと思います。概要欄の方に、リンクを貼っておきますので、皆さんぜひね、これからリーグ戦ありますので、応援の方もよろしくお願いします。この動画がいいと思いましたらチャンネル登録、高評価、コメントぜひよろしくお願いします。で、最後になりますが、セレッソ大阪 YouTube チャンネルとコラボということで、そちらのチャンネルにも出演させてもらっているので、概要欄にリンク貼ってありますので、そちらの方から視聴の方もぜひよろしくお願いいたします。それではセレッソ大阪ユースラブユース優勝だけやりました。それでは皆さんお疲れ様でした。